新広志文は台湾のカレン県出身のプロ野球選手、宇藤右ち。2008年4月21日2007年にシカゴカブスに入団。2009年開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。2010年にトリプル a 級アイオワカブスに初昇格した。オフの11月に開催された講習。 アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。2011年をオフに自由契約となる。2012年は国軍隊に所属した。9月21日に第3回 WBC 予選のチャイニーズ台北代表に選出された。オフの11月には第3回 WBC 予選前にキューバ代表との国際親善試合であるサンダーシリーズの チャイニーズ台北代表に選出されている。12月28日に中華職業棒玉大連盟の兄弟、エレファンツにドラフト1位指名で入団した。2013年1月14日に第3回 WBC 本戦のチャイニーズ台北代表に選出された。2次ラウンドの日本戦では8回西から登板するも9回、西の場面で、岩田タヒに同点的時打を打たれる。 その後チームは延長戦で勝ち越し点を許し敗退した。2015年9月30日に第1回 WBSC プレミア12のチャイニーズ台北代表に選出された。2016年開幕前の1月29日に侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北のチャイニーズ台北代表27名に選出された。3月6日の第2戦に7番手として登板している。 2017年開幕前の3月に開催された第4回 WBC のチャイニーズ台北代表に選出され3大会連続3度目の選出を果たした。オフの11月6日に主力選手の林勝健、林育清、帝通博、広氏、小池剣、蝶馬斎、ラコツと共に中心兄弟から戦力外通告を受けた。2018年に トミックにガーディアンズへ入団することが決まった。2019年は50試合に登板し、防御率1.70と抑えで復活。シーズンオフには 2019WBSC プレミア12に出場し、守護神として活躍した。同大会終了後、海外 FA 権を行使し NPBE 球団と交渉をしていたが、結局話がまとまらずに交渉決裂となった。 2020年は7月31日の中心兄弟戦でサヨナラヒットを打たれ、翌日の同カードでもサヨナラ負けを喫し2日連続で敗戦投手となった。9月には2度も1試合4失点するなど、同月の防御率は15.88となった。最終的には昨年よりも当番数を増やすも防御率を大幅に悪化させた。トルネード気味のフォームから、 最速時速 158km の球にある、速球とスライダーフォークボールを中心に投球を、組み立て、主に、リリーフとして活躍する。2 0 0 c o m 0年10月10日閲覧、WBC 資格祭、埼前組組組み組み埼インで再参考名探2015年4月19日、閲覧。 イバタ同点だ浴びた、台湾、陳広し文、取材に、自責の涙イコール WBC、ライブドアニュース。2020年5月31日閲覧。2015第1回世界12、凶暴玉金表彩中華対28人、名探正式交付、中華民国防玉協会館片毛もた2015年10月9日。 閲覧中食美食体交際代表体。三歳名探で、路中華食望大連名全球詩人モーザオフィシャル。サイトオブ c p b l 2 0 1 6年2月17日閲覧。日本通運、プレゼンツ侍ジャパン強化試合チャイニーズ台北。VS 日本2016年3月6日。京セラドーム。大阪野球日本代表侍ジャパンオフィシャルサイト2016年3月6日。閲覧。 ワールドベースボールクラシックチームチャイニーズ台北。www.wbc2017.jp。2020年5月3日閲覧。昼食中心兄弟会。ご虎、進む招致券、超魔祭、低トールを取りゃくで。自由時報。2017年11月9日閲覧。台湾の守護神、陳広し日本球団と交渉決裂部にず。 bbnews.jp 2020年7月3日閲覧。連合新聞網。我が j MVP、陳広文分正面対決。週をもひとし積極叩きで再戦安。連合新聞網。最適新聞網誕。連合新聞網。2020年8月1日閲覧。超号ボーダ、陳広文分兄弟連両戦再戦安。 テイラーワッツドット・スポーツドット・ヤフー・ドット・コム2 0 2 0年8月1日閲覧自由定育昼食金三馬体統一塗装吹いたるで極数人広志分館恐れ師匠自由定育自由時報電車法2020年9月28日閲覧中華食房大連名全球詩人モーザオフィシャルサイトオブ CPBL www.cpbl.com テイラー・ワッツ2020年10月25日閲覧自由定育挑戦160件規則勝者平常心自由定育スポーツ .ltn.com テイラー・ワッツ2020年4月24日閲覧ありがとうございます